するよね。本当に動画がガチやばい時のうちにガチやべえちゃんのエンディング流れるからさらにいいよね。ひどすぎない、ほんと僕の扱い。いくぞ。じゃじゃん。くむく、なにそれ。なにそれ。なんとこれ、ピーマル様のスウェーデー。ピーマル様のスウェーデー。あ、なんでなんで。特別にもらったんだ。僕もらってないよ。僕ももらってないよ。僕はこのピーマル様ファーストアルバムのお手伝いしたからね。初回限定版ではここでしか聞けないゆるふわボイスドラマを収録したんだ。それ僕も収録したよ。いや、僕も収録したけど。僕が一番可愛いからじゃない。それ自分で言っちゃうタイプの人。僕もその CD 欲しい。ピーマル様ファーストアルバムサニーは3月17日に発売決定らしいから自分で買えば。本日から予約開始らしいよ。予約する。どうやって予約するの。くむく知らん、概要欄見ろ。いるぞ。ハッピーバレンタインです。あら、メイドどうしたの。あ、メイドさんこんにちは。こんにちはです。お嬢様、2月はハッピーバレンタインですよ。バレンタイン。そうね、でも今日は2月7日、まだバレンタインじゃないわ。誰変態パンツ野郎。いいんですよ、2月は全部バレンタインなんです。いや、なんでだよ。節分かわいそう。今なんかもう9月からハロウィンの飾りしてるお店とかあるじゃないですか。もう行事なんていつでもいいんですよ。そんなことはないでしょ。ということで、私からお二方にハッピーバレンタインチョコならぬハッピーバレンタイン CD です。どういうこと。これはピーマル様のファーストアルバムじゃないですか。そういえばこのピーマル様のアルバム CD 初回限定版のゆるふわボイスドラマでお嬢様と羊もちょこっとお手伝いしたような。そうなんです。それよりこの CD ジャケット可愛くないですか。まあ可愛いわね。はい、すごく美味しそうです。何言ってんだ。そうなんです、これ食べれるんです。バリクシャ。うわー、クシャ。これ私が作ったピーマル様のファーストアルバムに似せたチョコレートなんです。え、じゃあ本物は聞けないの。17日発売なのでご自分で買って聞いてください。うん、まだよ、チョコかよ。ピーマル様ファーストアルバム予約受付は今日からですよ。書き下ろしてもらったお歌がたくさんあるので、皆さんいっぱいいっぱい聴いてください。詳しくは